エプロサルタンは高血圧の治療に使われるアンギオテンシンツ通受容体拮抗薬の一つ。アメリカではアボットラボラトリーズ、他の地域ではソルベー製薬からテベテンとして販売されている。しばしばヒドルクロロチアジドとペアにしてアメリカではテベテン HCT、他の地域ではテベテンプラスとして販売されている。この薬品は レニンマイナスアンギオテン神経に作用する。まず、血管の平な目筋の AT1 レセプターへのアンギオテン神通の結合を阻害し、血管を拡張させる。次に、交換神経系のルアドレナリンの合成を阻害し、さらに血圧を減少させる。他のアンギオテン神通受容体喫抗薬のように、エプロサルタンは一般にエナラプリルよりも、 特に年配者においては許容されている。ルーロプエル、イエーガー B、プリチャード B、エプロサートン VS アナラプリル、インエルダディペシェンツウィズハイパーテンション、AW、ブラインド、ランドマイズドトライアル、ブラッドプレス、10、223から9、プミド1180万61。ありがとうございます。